わらじ虫は、南骨なわらじ虫し木わらじ虫しあもくわらじ虫しに属する動物の一種のこと、あるいはわらじ虫しあもくのかなりの種を総称する呼び名である。種としてのわらじ虫は、体長12ミリメートル程度の動物で、人家周辺の石の下や草の間の地面に普通に見られる。体は灰色がかった、褐色、上から見ると楕円形で、ダンゴムシとは異なり前後が狭まる。 また、背中はなだらかに盛り上がるだけで、やや扁平な動物である。体は、頭部と、胸部、腹部に分かれ、頭部からはやや発達した第二触角が伸びる。胸部は、体の8割ほどを占め、7体の大切と付属子が確認できる。腹部は、幅狭く、末端には、押しが1体、短い角のように突き出る。ヨーロッパ原産で、世界各地に広がり、日本では、 本州中部以北および沖縄に見つかっている。近似種も多い。抗議のわらじ虫は、この属や、トがだけでなく、わらじ虫ア目ほぼ全てを含んでしまう。以下のわらじ虫ア目のうち、フナムシ科に、海岸でよく見る船虫、森林土壌にも出現する姫ムシがあり、最後の参加に、いわゆるダンゴムシが含まれる。 それ以外のものはすべて、わらじ虫の古称で呼ばれている。むしろわらじ虫称といえば、ダンゴムシなども当然含まれているものとして扱われることが多い。現在世界で1500種が知られる。日本でも100種ほどが知られているというが、実際には400種あるかもとも言われている。1980年代くらいまでほとんど手つかずで、あった研究が現在は進行しており。 多くの新種が確認されつつある。ありがとうございます。